シルクファミリーのキリュウです。こんにちは。こんにちは。今回は、新色だよね。はい、新色です。シャーロットシルクコットンレギンス。シャーロットっていうのはこの糸の名前なんですね、はい、コットンシルクでね、すごくいい糸なんです。で、全色買えばお安くしますっていうのを全色引き受けてくれました。あ、びっくりした、はい、びっくりしたな。いや、このレギンスを全色買ったら違う、全色を色買えば安くしますっていう糸屋さんの申し出を、もう断ろうって言ってたんけど、受けてくれて全色で、はい、まあ、タートルも作るんだよね、はい、ちょっと多いやつね、はい、うん、それはまた楽しみに。3色ぐらいだっけ、はい、今タートルは8色の、え、はい、タートル、うん、そう。タートルも同じ糸でまた、はい、ね、できますが、はい、今のとここっちから先に、はい、作っています、はい、じゃ相当数作りましたよね、はい、で全部サンプルが揃いまして、はい、8日から発売、はい、全色第2弾、第2弾で第1弾がこういう色だったんですが、ほぼなくなって、あと残ってんのがイエローとオレンジシャーベット、うん、少しだけ残ってます、はい、これがね欲しいって方たくさんいらっしゃって、あ、うん、そっか、そう、なくなっちゃったんですけど、最初どうなるかと思った色でしたけど、本当どれもね、どうなるかと、大体残る糸っていうのがね、やっぱり普段やらない色たちだったので、ね、そうそう、普段世の中にあんまり衣類として出ない糸が残ってんだもんね、在庫として。やらないですね、この色でレギンスはやらないけど、だからどうかなと思いながら、私もどうかなってすごく思った。でも可愛い。でも出来上がったら意外とね、お家で履いたりしたらすごく気が、なんていうのかな、上がるって気持ちがね、うん、パッとするとか、うん、そういうお声もたくさんいただいて、最後の残った糸がこれで全部、はい、天然素材でこんな色のレギンスっていうのはないよね。ないですね。だいたいこれってなんていうの、うん、アクリルとかポリエステルとかそういうのでしか染めない色ですよね、うん、多分世界中でここぐらいにしかない。世界中で作らないですね。そうだよね。で、だからこの糸屋さんもすごいよね、うん、シルクコットンでこういう色染めてブックにしてはった。だ、まあ売れなかったからかな、在庫処分で全部いただけてよかった。こうやって生まれ変わってそう、ね、うん、皆さんに喜んでいただけて、すごくお安くしてくれた糸なので、本当にこちらも安く編み上げてくださったので、3000台で販売できるってすごいよね。コットンシルクです、ね、そうなのよ、税込み39%だから、まあ3600件ぐらいだもんね、うん、すごいコットンシルクでね、本当に良かったです、うん、で、お色、まあ、色の名前は決まってるんですけども、もうややこしいからね、あんまりまた、そう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 、ブログとかでご覧いただけたら、あと3色増えたので、ブログではね、3色これが入ってないのはもう紹介してます、はい、ご紹介してます。で、今日これがね上がってきて、間に合いそうなの、間に合いそうで、ブルー系がなかったねって言ってたんで、まあ、この3色も入って来週発売できるから、ブルー系欲しい方にも、ちょっと細いんですけど、これ試着してるんですよ、着使用して、ね、で撮影して、こちら今編み上がってきたとこで、こんなに細いんですけども、商品は全く同じです。こんなに伸びます。こんなに伸びます。だいぶ伸びます。私も履けるからすごいよね。そうそう、だいぶ伸びます。ここもね、ちゃんとこんなに下もだから、ちょっと上げてなんかっていうのもすごくやりやすい感じでね、うんうんうん、コットンシルクなんだけど、うん、意外とこのポコポコっとした厚みがあるから、うん、そうね、あったかいのよね、あったかい空気が入って、あったかくもあります。だから天然繊維ってあったかくて、うん、涼しいからね、うんうん、ヒップもね、全然縫い目ないんですよ。これすごい作りですよね。縫い目ここだけ、またはここだけなんだ。また補強してる、補強してくれてるんだね。そう、補強してます。ここ以外縫い目ないっていうのがすごい編み方ですよね。お腹周りはない。普通さ、ここに縫い目くるじゃん。そうですね、ないよね、はい、すごい。再度思いました、はい、ただすごいスマートな方ね、ここがね、やっぱりこれぐらいあるので、うん、ね、すごいスマートな方にとってはね、まあ、めったにないかな。めったにないぐらい
です私で十分入るからね、うん、そんな感じです。でなんか可愛かったってさっきおっしゃってたのが、うん、なんだっけこれだこのシルクファミリーのこのタグが、うん、ネームがすごく似合ってそう前の時は間に合ってなかったからね、うん、これ商品には全部ついてるんですけど、うん、この前ご紹介時にはねまだつけてなかったのよね。あのいつもつけてるんですけど、うんうん、この商品は特にこの可愛いきなりのねそうあのこのコットンのネームがオーガニックコットンのね、うん、ネームがあのすごい可愛いってなんかさっき言ってはったから、うんはい、似合ってます、ね、これにもね、うん、こんな感じこちらにも全部ついてます、はい、つけてます、うん、かわいいかわいい、はい、本当にじゃ あの本当にねこんな色変えてさ、うん、どんどん編むのってすっごい大変だと思うんだけど大変でしたけどね、うん、あのこれで楽しいしねやっとあのまたあの消化しやりましたなんか使い切った、うん、そうそうそうなんていうのそう、そういう満足感最後まできっちりやったそうだね女性ってねきっちりしたいんだよね、うん、こうもういらないからもうこの糸は捨てろじゃなくって生まれ変わりたいそうそう野菜の野菜を最後まで使 う, そ, う, そ, うそんな気持ちだよねしかも、うん、いいものに生まれ変わったという満足感がありますね満足感あるそうです私も嬉しいです、はい、じゃ あ,、はい、あのまた来週1月8日からあのこの全色が出ますの で,、はい、で順次また出るのかな全部いっぺんにこれ長いからすごい時間かかるから最後の3色が最初ちょっと入れてあそうかそうかで次の週にも入る2回に分かれるかも頑張って作るつもりです頑張ってくださいね、はい、本当に、はい、いつもありがとうございますご覧いただいてあのまたこれからも頑張ってきますのでよろしくお願いします。きょこちゃんでした。お願いしますでは失礼いたします